今日は4月7日です、この前もお知らせしましたけど、このアリエティーズソングと仮暮らしの発売日です。これを買った方、実は、重大な情報がここに隠されていたんですね。これ開けてみると分かるんですけど、このここについてる帯、この裏に実は情報が載ってます。セシル・コルベルコンサートが、今年の8月4日、東京オペラシティのコンサートホールで開催ということが告知されています。でですね、今日はちょっとこのコンサートについて少しお話ししてみたいと思います。このコンサートが開かれる、オペラシティのコンサートホールっていうのは、まあ名前はですね、正式には竹光メモリアルっていうホールです。ちょうど芸術顧問だった竹光徹さんっていう、その日本の有名な作曲家がいるんですけど、その人の名前を付けたホールなんですけども、とても不思議な格好をしています。というのはですね、ピラミッドみたいにこう尖っていてですね、つまりホールの、ホールの中のステージのですね、ちょうど真上が吹き抜けのようにずっと高い、抜けてるんですね、塔のように抜けてます。それで中はですね、椅子から床から全部周りは木でできててですね、とても不思議な雰囲気のあるホールです。多分ですね、こうケルト音楽なんかをやるとですね、すごくあったかい感じもあるし、ちょっと北欧っぽい感じもあるしですね、すごく合うんじゃないかなというホールです。スタジオジブリはですね、実はこのホールでを使って録音したことが過去にもあるんですね。というのは、2002年に公開した猫の恩返しという曲があってですね、これの録音、音楽をやってたのが当時野見裕二さんという作曲家だったんですけど、この野見裕二さんが作曲した曲をオーケストラを使って録音したのがこの竹光メモリアルだったんですね。ちょっとそういう意味では、僕なんか懐かしいホールだなという気がします。このホールの特徴としては、すごくこう残響が割と少なめのホールで、音が濁らないっていうのが特徴だと思います。だ、楽器を弾いてると、その一つ一つの楽器の音がすごくクリアにですね、粒立って、皆さんの耳に届くホールだと思います。だからですね、多分このセシルさんのように小編成でですね、ケルト音楽の、ギターとかハープとかですね、使った、コンサートをやるにはとってももってこいのホールで、とっても暖かくて、それでちょっと一種幻想的なホールですから、そういう感じのコンサートになるんじゃないかと、僕なんかまだ全然見てないんですけども、ワクワクしてちょっと期待してしまいます。そういうことですね。8月4日です。コンサートは16時半開演、会場で19時から開演になります。チケットはですね、全席指定なんですけど4800円ということで、チケット5月15日に発売になります。ぜひこのコンサート、皆さん本当に足を運んでいただければと思います。きっと忘れられない夜になると思います。今日はセシルさんのコンサートについてお話ししました。